テオドラは、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世の皇后。貧しい踊り子から皇后にまでのし上がり、夫を助けて国政に関与した。ヒッポドロームの熊使いの娘として、東ローマ帝国の首都、コンスタンティノポリス、またはキプロスで生まれた。最初は、姉のアシスタントとして舞台に立つようになり、それから踊り子になった。一度は結婚して官僚である夫と共に、 リビアへ赴いたが、その地で離縁され、怪しい踊り子家業をしながらアレクサンドリアなどを経由してコンスタンティノポリスへ戻り、そこで皇帝ユスティヌス一世の老いであったユスティニアヌスと出会った。テオドラに一目惚れしたユスティニアヌスは525年にテオドラと結婚した。本来、踊り子と元老院議員の結婚は法律で禁止されており、 皇帝の後継者と踊り子との結婚には、ユスティヌス一世の皇后エウフェミアや多くの貴族が反対したが、エウフェミアの死後、ユスティニアヌスは、おじユスティヌス一世を動かして、法律を改正させ、結婚したのである。527年に、ユスティニアヌスが、おじの後を継いで皇帝に即位すると、テオドラは、皇后となった。貧しい身分からたくましく生き抜いてきた上血テオドラは、 たびたび夫の助言者として国政に関与した。後世の歴史家には彼女を女帝と呼ぶ者さえいた。特に有名なのは532年の首都市民による二課の乱の際のテオドラの対応である。プロコピオスの戦士によれば反乱にうろたえて港に船を用意して逃亡しようとする夫を制して、テオドラはもし今陛下が命を助かることをお望みなら、 陛下よ、何の困難もありません。私たちは、お金を持っていますし、目の前には、海があり、船もあります。しかしながらお考えください。そこまでして生き延びたところで、果たして死ぬよりかは良かったと言えるものなのでしょうか。私は、帝ゴ頃もは最高の師匠族であるというイニシエの、言葉が正しいと思います。と演説し、その場にいた者たちは、感銘を受け、 逃げるべきか止まるべきかという議論をやめ、どうやって反乱を鎮圧するかに集中し、団結して対応を行った。勇気づけられたユスティニアヌスは、将軍ベリサリウスに命じて反乱を武力鎮圧させた。この時に軍隊は3万人の市民を殺したと言われており、関係者の処刑、徹底的な弾圧により、ユスティニアヌスは、 先制権力を確立したと考えられている。なお、聖ソフィア協会はこの2課の乱で消失したが、ユスティニアヌス一世は反乱終結39日後に、その復旧に着手した。がんが原因で、ユスティニアヌスより17年早く死去した。ありがとうございます。